どれを狙いますか？トトロ。こちらのトトロ。はい、はい、じゃあトトロ狙いで用意スタート。さあゆりくん1回目どこを狙いますか？ママキキ。キキ魔女の宅急便の、うん、はい魔女の宅急便のキキを狙って用意スタート。分かったよ。さあ取れるかな。おお3つ、お4つぐらい、おーすごい。ママゆりくん先生プレゼント YouTube。 ジブリの指人形を、UFO キャッチャーで撮る対決ゲームをして、遊んでいきたいと思います。ゆりくん TV。 はい、ではルールの方を説明していきます。それトトロ2人とも分かったよ。はい、ルールの方はお互い5回ずつ UFO キャッチャーをやってもらいます。はい、5回ずつやる中でゲットしたこのジブリの指人形を取った人が、レビューすることができます。はい、いいですか。はい、はい、じゃあじゃんけんやっていきましょう。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょ。はい、ママかし先行後攻どちらが良いですか。あとじゃあゆるくんの先行でいきましょう。はい、ではゆるくん先行、どれを狙いますか。トトロ。こちらのトトロ。はい、はい、じゃあトトロ狙いで用意スタート。さあゆりくん1回目無事トトロがゲットできるでしょうか。おー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 おお、トトロも落ちたし、これなんだ、シータだ。シータだなったの。うん、やった。はい、ちょっと見せて。はい、トトロとラピュタの、ちょっと見えづらいかな。はい、ラピュタのシータですね。はい、はい、じゃあ次ママ行きましょう。はい、どこを狙いますか。ママキキ。キキ魔女の宅急便の、うん、はい魔女の宅急便のキキを狙って用意スタート。アクゴー分かったよ。ママ、はい、ママが、トトロのね、猫バスをゲットしましたね。はい、じゃあ次、ゆりくん。トトー、はい、ゆりくん2回目の挑戦、どれ狙いますか。あー、トトロの中ぐらいのやつ。中ぐらいのやつ。中トトロ。中トトロね。はい、はい、じゃあ中トトロ狙って、よーい、スタート。中トトロ。さあ、取れるかな。取れるでしょ、これは。おお、千と千尋の千尋じゃないこれ。千だね。はい、千千尋の千千尋だね。はい、じゃあ次ママですね。ママはこの何？これ緑のやつ。緑のやつどれだ？顔の。ああ、千と千尋に出てきたなんか顔のお化けのやつ。うん、はい、じゃあそちらを狙ってお願いします。よーいスタート。三個ブレッツ。そう、ブレッツね。なんか喋り方が面白いよね、この人。うんうん、うん、とかなんか言ってる人でしょ。うん、さあ取れるか。おお、二つ取った。やった。ミドルでこの人。お、三つゲットじゃない。ママまずはこれはあれだよね、天空の城ラピュタで出てくる
名前忘れた。ボス。ボスだよね。で、これがもののけ姫で出てくる名前、アシタカじゃない？アシタカ。アシタカだ。で、これが千と千尋で出てくる顔のやつ。顔のやつね。はい、ゲットです。続きまして、いおりくん3回目です。何に狙いますか？この3人組のあの細いやつ。3人組の、あ、天空の城ラピュタの？うん。これ？あのおじいちゃん？うん、そう。3人組のあの天空の城ラピュタで出てくるやつね。はい、ではゆりくん3回目、よーい、スタート。おじいちゃん取ります。取れるかな。いいんじゃない。うん、いいんじゃない。狙っていきましょう。よーい、スタート。3。そう、3。さあ、顔なしも何気に狙ってるね。あ、顔なし取れるんじゃない、一緒に。お、ポニョの船が取れたぞ、顔なしと。ポニョポニョニョニョ膨らんだ。そうだね、店員さんだね。これはしょうがない。はい、はい、この顔なしはね、もう取れたも同然だったからね。はい、いいにしましょう。ママがゲットしたのは顔なしとポニョの船だね。はい、ポニョポニョニョニョ膨らんだ。はい、わかった。はい、ゆりくん4回目の挑戦です。何狙いますか？あの子供の、はい、トトロの女の子ね。あ、そう。何の名前なんだっけな。サツキ。サツキ。あ、サツキ。はい、サツキを狙ってよーいスタート。取れるかな。サツキ取れるでしょ。うん。ほらね。ほら。すごいすごいすごい。ポニョ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 。お、ポニョだ。はい。3つぐらい落ちたね、これでね。ポニョと、アオガエルと、なんだっけ、サツキ。サツキ、見せて。はい、はい、一番右がサツキで、で、これが千と千尋に出てくるカエルね。カエル。で、これがポニョね。はい、見せて、3つゲット。はい、続きまして、ママ。4回目の挑戦です。何狙いますか？あー、これかな。こだまにしようかな。こだま？こだま。こだま？魂みたいな。あー、もののけ姫で出てきたやつだ。はい、じゃあそれを狙って、よーい、スタート。あ、この緑のやつ。そうそうそう、結構レアだよね。レアっていうか、よく名前覚えてたね、ママ。すごい。あ、これなんかな。難しいんじゃない、こだま。おー、なんだこれ。あ、サニコミのやつ。うん。ラピュタのおじちゃんとおじちゃん、ラピュタの3人組のおじちゃんのうち1人と、これはあれ、トトロのトラックだ。そうそうそう、だね。はい、をゲットしました。はい、はい、ゆりくんラスト。このロボットのパーツかな。ロボット、あ、ハウルの動き、動く城の、うん、お城だね。はい、じゃあそちらを狙って、よーい、スタート。さあ、いけるかな。おお、狙い通り。おお、ハウルがそこにいるんだけどな。ハウルが、はい、何をゲットしましたか。ロボットのパーツと、ロボットのパーツじゃない、これハウルの動く城の、あ、そう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 、ハウルの動く城の城だよ。うん、そうそう、はい、はい、ですね。となんかゴジラみたいな。これはね、ダイダラボッチ。あー、もののけ姫のダイダラボッチだよ。ダイダラボッチです。はい、はい、ではママラスト。お前にさんは救えるかっていうやつ。ボロ、それ狙いたかったね、この犬のね。はい、じゃあボロ狙いで、よーい、スタート。それ狙いたかった、狙いたかった、狙いたかったの。ママ、いいじゃん。
狙えばよかったの。黙れこと。三はスクールかって言うんだよね。さあ取れるかな。おお三つ。お四つぐらい。おおすごいママ。四つ。四つ。すごーい。四つ五つぐらいだったか。四つ？なんかいっぱい落ちたね。よいしょ。まず。はい。ハウ。はい。ハウル。いいな。そして。いいな。ボロ。はい、ボロ、狙い通り。わかったよ。で、あとジジ。ジジ。あー、すごい、魔女宅のジジ。と、お城。これも。ラピュタの城だ。天空の城だ。と、あと、大根の神様。あ、すごい、センチヒの神様だ、大根のね。はい、5つ。はい。はい、すごい、ママ、最後に5つゲット。ゆいくんのリクエストで、あと何回かやることになりました。はい、何回やりますか？3回。あ、3回。いいですか？はい、じゃあ3回、ね。はい、じゃああと3回ずついきましょう。ゆいくんから。何狙いますか？この髪の毛の3。もののけ姫の3ね。はい。はい、じゃあそちらを狙ってお願いします。はい。よーい、スタート。取れるのかな、ねえ、結構難しそうだけどね。無理だね。ポニョの妹。おお。ポニョ。おお。すごい。それでお兄ちゃんだ。そうだね。ポニョと一緒に、なんだ？違う。ポニョと一緒にいたお兄ちゃんだよね。はい。はい。まずは千と千尋の神隠しで出てきた神様だね。神様。はい。で、あとポニョ。妹ね。妹。はい。で、ソウスケ。あ、そう。そう、ソウスケだ。すごい、よく覚えてるね、ママ。はい、ママ。次、ママ。ハクにする。ハク。ハク。どこにいる？あ、本当だ、ハクいる。はい、千と千尋のハク狙いでお願いします。はーい。よーい、スタート。さあ、ハク取れるかな。ママ線狙えばよかったのに。あ、魔女もいる。ハウルのあの。あ、取れないね。あ、お、は、は、ハクト？ハクトなんだこれは。これなんだ。あ、ナウシカの。ナウシカ？ナウシカ？あ、違う。なんだ。あれ。もののけ姫の。あ、もののけ姫のたたり神だ。千と千尋のハクだね。はい。ゲットでしたね。はい。はい、続きまして、ゆりくん。後半2回目。はい。さあ、何を狙いますか？緑の赤ちゃんみたいな、あれ。なんだっけ？小玉？小玉？小玉？はい、じゃあ小玉狙って。小玉。よーい、スタート。ピンも取れるんじゃない？そこ。さあ、取れるかな？あ、全然違うとこ。ん？お、お、あー、取れない。あー、あー、しょうがない、うん、はい、続きまして、ママ。ママね、何狙いますか？奥の中トトロあたり狙おうかな。はい、奥のこの中トトロね。はい、じゃあお願いします。よーい、スタート。ちっちゃいところ、トトロ全然いないっちょ。あ、ラピュタのあの、なんだ、ロボットもいる。うん、お姉ちゃんね。うん、お、千と千尋のお姉ちゃんだ。そっちだったね。ねえ。はい、ママ、お、もう全然ラブ落ちたぞ。子供落ちた。子供。はい、リンだね。そう、千と千尋の神隠しに出てたリンと小玉、もののけ姫の小玉だね。オーケットですね。はい、じゃあ続きまして、ゆりくん、ラスト後半。僕狙いたかったのある、うん、どれ？あのロボットのあれ。ロボット？うん、あのカラシパーとか お家みたいなやつ、うん、うん、ハウルの動く城の城ね、うん、はい、はい、よーい、スタート。ゆるくん、ラストよこれ、うん、頑張ってね。取れなかったらもう悲しい。
取れなかったら悲しいね。なんか押したね。ボールが落ちた。なんか押した。お、そしてこれあれじゃん。ハウルの動く城に出てた。なんだっけあの女の人。なんだっけ。うわー出てこない。俺もどう忘れ。はい。まずはハウルの動く城の城だね。名前が。はい。と。名前が出てこないこれ。はい。ハウルの動く城に出てた。名前出てこないパパも。ね、出てこないね。はい、これ調べて動画に出しますちゃんと。はい。で、それだけ？以上です。あ、以上なんだ。はい、じゃあ次ラストママ。この辺にいるかな、このキキとかのところ。ああ、魔女の宅急便のキキがいるね、ここに。キキがいるね。じゃあそこら辺を狙って、用意、スタート。さあ、キキ取れるかな？取れればいいね、最後キキね。うん、お、魔女のやつ。うん、魔女も取れてる。あー、うわー、お、2つ。なんだ、ショートトロじゃない？千と千尋のネズミとカラス。あ、ほんとだ。はい、千と千尋の神隠しに出てたあのちっちゃい空飛ぶやつだよね。はい、ビョ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 ってね、飛ぶよね。でね、魔女の宅急便のキキだね。鳥さんがネズミを持ち上げて飛ぶんだよね。飛ぶんだよね。そうそうそう。はい、では、取ったものをご紹介していきましょう。はーい。はい、取った指人形を開封して並べてください。はい、じゃあお願いします。開封して並べました。ではゆるくんのゲットしたジブリの指人形からご紹介していきましょう。はい、はい、まずこれ妹たちだね。はい、まずはここがポニョだね。ポニョのシリーズで、これポニョの大人になったやつね。ポニョと妹たちとソウスケ。ソウスケ。はい、じゃあ次はここは隣のトトロね。隣のトトロのサツキとトトロ。トトロね。はい。で、ここは天空の城ラピュタ。ラピュタ。シータ。はい、シータですね。はい。はい、で、こちら。アオガエル。ちょっと千と千尋の神隠しね。はい、ここの 3つが千と千尋の神隠しで、アオガエル、千尋。春日様。春日様。はい。だね。はい、はい、その隣ダイダラボッチ。デイダラボッチだった。ごめん、パパも間違えてた。デイダラボッチって言うんだって。で、これがもののけ姫っていう映画に出てくるデイダラボッチね。はい。イーシャン見たことないんだけど、あるよね。あるよね。はい、じゃあ次ハウルの動く城のシリーズだね。はい。のハウルの城とソフィーの城とソフィーだね。はい、はい、以上がゆるくんの獲得したジブリの指人形です。全部で何個だ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。 はい、全部で13体の指人形を獲得でした。はい、続きましてママいきましょう。ママ多そうだね。多いね、ママ。はい、ではママお願いします。これポニョの、はい、ポンポン線。ポンポン線、ポニョのポンポン線ね。はい、続きまして、これがトトロ。はい、トトロね。のトラックかな。ちょっと待って、オート三輪だって。オート三輪。はい、オート三輪。トトロに出てくるこれオート三輪っていうやつね。本当に三輪だね。引っ越しの時に使ってたやつだね、うん、で、続きまして、ね、猫バスだね、うん、で、これがハウルの動く城。城のハウル。ハウル。あ、これジジ。そう、これが魔女の宅急便のジジとキキ。はい、もうママ大好きでしょ。魔女の宅急便。はい、僕ジジが好き。イーシャン、ジジが好きなの。かわいいよね、はい、で、ここがもののけ姫のシリーズ。のシリーズね。はい、それが明日かモロ。モロ。こだまとたたり神だね。はい、はい、で、ここが天空の城ラピュタの、ラピュタの城、ラピュタ城。おで、これがドーラで、とシャルル。
そう、シャルルだね。はい、はい、と一番すごいっす、あれクオリティ高いね。すごいよね、似てるぜ。はい、で一番後ろが千と千尋の神隠し。はい、一番後ろ全部千と千尋の神隠しで、そのちっちゃい可愛い可愛いやつがなんだっけ、棒ネズミとハエドリだって。棒ネズミとハエドリか、うん、そう、棒ネズミとハエドリ、顔なし、おしらさま、そう、おしらさま、おしらさま、ハク、うん、リン、リン、あの顔、頭、そう、頭だね。はい、以上がママが、獲得した、ジブリの指人形になります。全部で何体ですか？19。はい、ママの獲得した指人形の数は19で、いおりくんが13ってことは、今回の勝負はママの勝ち。はい、ジブリ大好きだから。ジブリ大好きだからね。はい、今回はジブリの指人形を UFO キャッチャーの中に入れて、UFO キャッチャーで遊びましたね。はい、次回もまた皆様ゆりくん TV でお会いしましょう。バイバイ。バイ、トトロ。見えないからトトロ。